自然にね、沿って三振楽しんでますか？ね、こう人の、精神状態っていうのはね、こう今、本当にいろんなところを見るとね、このちょっと不安定な方もね、多かったり、やっぱりこう自分で気がつかないっていうかね、そういった、ところは、周りが気がついてくれたりね。結構毎日毎日やっぱ同じ状態の人ってね、精神状態ってなかなか難しいと思うんですよね。人は、なんていうか自然とともにこう歩んでいると、ね、ですからこの例えば、1分前にねこの言ってたことと1分後に言ってることと変わったりしますよね。このそれをこうなんていうんですかね、ある人がさっき言ってたのと違うじゃないかって言ってね、こうすごくあの突っ込んでこう攻め立てる人がいますよね。昔そういうことが、なんか何回かあってですね、その度にぐさってこう内面打撲症っていうんですかね、なってすごく精神的に、なんか落ち込むっていうか、人ってこう責められるとこうなんかぐさっときて落ち込むというパターンありますよね。まあよく強い人弱い人と言うんですけども、いやこれ今の、毎日の見解からすると、まあ、悟りっていうんですかね、悟りからすると自然なんですよ、はい、これが自然なんですよ、ね、だから人をつついたり責めたりしてはいけないんですよ本当は、ね、人は責めたり責められたりするとこうなんていうんですか、内面打撲症になるんですよ、ね、こう言葉で人を殺すっていうのはそういうことなんですね。ですからよく こういった SNS とかですね、誹謗中傷とか結構あって、もう社会問題になりましたよね。あれってやってる方はどうなんですかね。やはりこう人間の息を離れているんじゃないかな、自然の中では生かされてないんじゃないかなって思うんですよ。責め立てる人結構多いですよね。そんな言いながら毎日あんたも責めたでしょうとね、おっしゃる通り私もよく人を責めたりしてました。
でも分かったんですよね、この自然とともに歩む、ね、自然とともに歩調を合わせていくと、あ、これは自然なんだなと。人は責められたりするとぐさってくるんだな、これ自然なんだなと。生き物みんなそうですよね。こう最近ペットブームっていうんですかね、まあペットブーム前からあるか、犬とか猫とかね、こう最近はなんか爬虫類もね、こう結構飼ったりして、時たま大きい爬虫類をね、逃がしたりね、また捨てたりする変な人たちもね、大勢いるんですけども、でもそういった方結局は自然のしっぺ返しっていうんですかね、自然から、お尻ペンペンされますからね、ぜひとも、自己責任をちゃんとね持ってペットとかを飼ってほしいなと思います。この猫とか犬とかってまあニャンとかワンとか言うんですけど、この人間の言葉っていうのをね、理解してるんだろうかってね思われるかもしれませんけども、理解しているらしいです。はい、そのなんていうんですかね、例えば、猫でもですね、おいとかね、こうつつかれていくと攻めていくとですね、やっぱりへこむんですよね、このうってするわけですよ。そしてこうだん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 こう尻沿いで逃げようとする、これ自然なんですよ。犬もそうですよね、うん、この唯一ライオンなんかにおいって言われた時にガブってやられてからね、これはちょっと勝てないですけどね、でもやっぱりこのそれが生き物との中で自然にそういうふうにして攻められると逃げるしかない、ね、やっぱり人間もね、もし何か攻められたら逃げましょう、ね、ここにいたら危ないということですよね。ですからでも今やっぱ攻めてる人って、どうでしょうか、だん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 生きにくくなってませんかね。ね、このセクハラとかパワハラとか、ね、マタハラとかね、いろいろハラハラすることがですねたくさんパラパラ出てきたんですけども、それをもう今法律でねしっかりとこの保護していくっていうね、弱いものを保護する、ね、このまあ弱いというよりもやっぱそういったふうにして攻めたら攻めるのは自然じゃないよということをですね、自然が人を通して法律を作った、そんな感じで、受け取った方が自然かなと最近思っております。さあ、例えば三振なんかでもね、この普通にこうやって家の中でねこう引いてる三振とか、また沖縄であれば海辺とかね、そういったやると波の音が聞こえたり風の音が聞こえたり、ね、海鳥の声が聞こえたり、まあ、野や山とか原っぱとかね、公園なんかでねこうその中に引いていくと、また鳥のさえずる声とか風の音とか、やっぱり海と違う、で今度は山陸の方の、自然の声が聞こえますよね。だからこの自然の中で三線も奏でていくと、すごくまたなんか、一味違う楽しみ方があるんじゃないかなと、ね、思うんですよ。たまに海にね、海辺でよく、まあ、沖縄すぐ海だからね、引いてからねこう楽しんでると、時たまこうなんていうんですかね、こう引いてるのこの散歩がてらにこうまあ、ウォーキングってですかね、こう歩いてるこの、昔若かったお姉さんがですね、この三振に合わせてこいつ踊ってからこう通ったりねしてこう振って笑ってしまう、なんか、なんていうんですか、そういう光景がですね、あったりするんです。これもねやっぱりなんか、あ、この自然の中でこの三振の音色は操作してくれるんだなと思ったりねするんですけども、時たまねそういう感じで、もし今近くの、自然があるところだったら出かけてみて引かれてみるのもいいんじゃないかなと思います。本当になんかね、心地よさが違ってくると思うんですよ。でこの三線って、やっぱり自分が弾いてて楽しいって思わない限り楽しくならない楽器かなって思うんですね。ですからこの三線を、
結構最初極めていこうとするじゃないですかね、上達しようといってね、こう一生懸命やるんですけども、なかなかこう何て言うんですか、うまくいかないとね、もうなんか限界を感じてこうやめてしまったりする人が出てくるんですよね。でもまあそれも自然かなとね、この向いてないからこうやめちゃうんだな、だからやめてる人は自分を責めないでください。あなた方が3日坊主とか4日坊主ということではないと思います。自然があなたは、向いてないとね、自然に、が教えてると思います。ですからまあいろいろとこう自分の中でこうしたい、ああしたいっていう好奇心というか、そういうのがある人っていうのはやっぱり興味が、ね、増していきますから、自然とだん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 こういろいろな形を変えて楽しんでいくと思います。だからこう結構ね、時々出会う時に、私昔三線弾いてて、だけど途中で挫折したんですよねみたいな、なんかすごく後ろめたいっていうんですかね、この、懺悔のね念の人がいますけども、全然大丈夫なんですよ。はい、あなたは向いてなかっただけです。はい、人間不向きね、向きね、これも自然ですからね、あまり気にしないで楽しく行きましょう。あなたにはあなたの道がという感じでね、今日も皆さんの三線好きな、大好きな、道が、きっと、ありますので、自分のマイレールをですね、自分らしく、ね、自然に沿って、景色を、ね、ゆったり見ながら、ね、人をこう何て言うんですかね、責めないで、自分も責めないで、ね、楽しく自分を豊かにして、いけたらなと思います。ということで、なんか今日は最後締めかっこよかったですね。安心また要塞。